韓国外交部がベトナムダナンに総領事館の開設を推進すると20日、明らかにした。外交部は、韓国人の安全便宜増進や韓国、ベトナム関係強化などを考慮し、2019年度所要定員の検討過程で、駐ダナン総領事館の新設を提案したと説明した。これにより、現在行政予算当局と総領事館の新設問題について協議中にあると付け加えた。外交部は、今年末までに関係省庁の協議国会手続きを経て反映される場合、来年、職制改正開設を推進する予定だと話した。